こんにちは。毎日新聞社の松崎でございます。今日の開催協議会、非常に楽しく見させていただきました。ありがとうございます。選手の方々は6月ぐらいから1ヶ月ぐらいかけてですね、練習をされてきたというふうに伺っております。本当に強弱あるいは力強さの中にですね、というかバチさばきとかいろんな見るところがあるんでしょうけども、本当に皆さん頑張って叩いてらっしゃることを見せていただいてやりました。で技術的なことは私はよく分かりませんけれども、皆さんが一生懸命叩いてる姿でだん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 ですね、体で叩いてるというところがやっぱり見えてくるというか、私の体が自然にやはり動いてしまいましたので、そういった意味ではですね、今回の競技会私は本当に楽しませていただきました。29チームの87名の選手の皆さん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。それともう一つですけれども、会場からもですね、選手の皆さんへの声援あるいは拍手が今回はすごいなというふうに思いました。なんていうか、子どもたちに対してのですね、地域の愛情の目というのをすごく感じました。今回まあ、いろんなこともありましたけれども、8つの山本さんの皆さん全部が参加できる太鼓競技会になったと伺っております。本当に子どもたちにとってはですね、練習の成果が発揮できたいい場所だったんだと思います。この太鼓競技会がこの先、あるいは皆さんの山笠のみならずですね、この先地区のですね、結束や絆を深めるためのさらなる発展に寄与するものになる、そういうふうに私はなったらいいなと思っています。そのことを皆さんにまた一つ期待をしてですね、簡単ではですけども私が公表させていただきます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。松崎さんありがとうございました。それでは、結果発表に移ります。毎日新聞ですね。すみません、間違えていました。申し訳ございません。それでは申し訳ございません。結果発表に移りたいと思います。呼ばれたチームはステージの前に移動してください。男女上位3チームとライオンズ賞の発表を行います。それではまず女子チームからの発表とさせていただきます。第3位、藤田西山笠 A チーム。準優勝、熊西山笠 A チーム。優勝は熊根2番山笠 A チーム。それではですね、男子の方に行きたいと思います。まずライオンズ賞からです。ライオンズ賞です。熊西山笠 A チーム。第3位、熊根1番山笠 A チーム。準優勝、熊根2番山笠 A チーム。30年度太鼓競泳会男子優勝チームは藤田西山笠 A チーム。呼ばれたチームはこれより授与式を行います。男女の方へお願いいたします。
それでは授賞式を行います。毎日新聞、聖母本社松藤様、八幡西区役所、井上様、今回、あ、すいません、北九州黒崎ライオンズクラブ筒井様、黒崎議員保存会岡田会長、お手数ではございますが、ご登壇の方よろしくお願いいたします。それでは、まずはライオンズクラブ賞の受賞から行いたいと思います。筒井様、ステージ中央の方よろしくお願いいたします。熊地山笠男子チームは、筒井様の前でお願いいたします。表彰状、熊西大志 A チーム殿、 B チームは県指定無形民族文化財の黒崎祇園太鼓共演会において格好な演技を披露されました。ここに黒崎祇園の父である井上相撲の神様の兜を贈り、その演技を表彰いたします。平成30年7月21日、北九州この先ライオンズクラブ会長、筒井明俊。おめでとうございます。続きまして、サインの受賞を行いたいと思います。岡田様、ステージ中央へよろしくお願いいたします。まずは女子チームの、受賞から行わさせていただきます。すいません。女子チーム、藤田西山方 A チーム、よろしくお願いします。賞状第3位、女子の部、藤田西 A チームとの木田太和黒崎祇園太鼓共演会において素晴らしいチームワークと力強い演技で当初の通り優れた成績を収められました。よってこれを称します。平成30年7月21日、八幡西区長池上治。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて、男子チームの受賞を行いたいと思います。小方さん、すみません。はい、男子の方です。男子、第3位、ここまで1番4さん。すいません。
ください、しばらくお待ちください。賞状第3位、男子の部、熊根1番、A チーム、金団体は黒崎日本代表競演会において、素晴らしいチームワークと力強い演技で当初の通り、優れた成績を収められました。よってこれを称します。平成30年7月21日、八幡西区長、家上治。おめでとうございます。準優勝の受賞を行いたいと思います。井上様、ステージ中央へよろしくお願いいたします。まず女子チームの方から、受賞を行いたいと思います。女子、準優勝、熊西山さん A チームの前にお願いします。賞状、準優勝女子の部、熊西 A チーム、キー団体は黒崎祇園代表競演会において素晴らしいチームワークと力強い演技で当初の通り優れた成績を収められました。よってこれを称します。平成30年7月21日、八幡西区長、池上治様。まで2万円を方は前でお願いします。賞状、準優勝男子の部、熊で2番 A チーム、木団体は黒崎祇園代表競演会において素晴らしいチームワークと力強い演技で当初の通り優れた成績を収められました。よってこれを称します。平成30年7月21日、八幡西区長、池上治様。それでは最後に優勝のチームの受賞を行いたいと思います。すいません、まず、井上さん、ありがとうございました。それでは最後に、優勝チームの受賞です。松内様、ステージ中央の方よろしくお願いいたします。まず女子チームからです。優勝女子チーム、熊で2番山笠、女子 A チーム、ステージ中央へお願いします。A チーム殿、あなた方は黒崎祇園太鼓競演会において当初の成績を収められましたので、これを称します。平成30年7月21日、毎日新聞社、おめでとうございます。
続いて、男子の方です。優勝チーム藤田西山さん、 A チームは誠治郎へお願いします。少女優勝男子の部藤田西男子 A チームの、あなた方は黒崎祇園太鼓共演会において当初の成績を収められましたのでこれを称します。平成30年7月21日毎日新聞社、おめでとう。本日は誠にありがとうございました。審査員の先生方もありがとうございました。